すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのアッキーです。本日のテーマはルーラーについてです。この動画を見ると文章をきれいに揃える方法としてルーラーを使ったインデントや余白の挿入方法がわかります。我々ユースフルチャンネルでは明日の働き方を変える感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場に役立つ知識を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。文章の見た目を整える方法として、左揃えの文章の左側に空白を入れて右側にずらすことをインデントを挿入すると言います。インデントには3つの種類があり、インデント、字下げ、ぶら下げがあります。それぞれの違いについては別の動画で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧いただいてから今回の動画をご覧いただくとより理解が深まります。本日はルーラーという機能を使ってこのインデントを挿入してみたいと思います。そもそもルーラーとは、その名の通り定規のような見た目のツールになるんですが、表示タブのルーラーのところにチェックを入れるとこのように表示されます。まず覚えていただきたいのがこちらの砂時計のようなマークですね。非常に細かいんですが、いくつか機能が分かれています。実際にインデントを挿入しながらこの機能を使ってみましょう。まずはインデントです。インデントを挿入したい位置にカーソルを合わせたら、マウスポインターでこの四角の長方形にマウスポインターを合わせると、今左インデントという表示が出ました。左インデントとは段落全体を右側に動かす機能でしたね。この表示が出ている状態でマウスをクリックしたまま横に引っ張ると、このように段落全体を動かすことができます。細かく動かしたいときはオルトキーを押しながら動かすと、より細かく滑らかに調整することができます。こんな感じですね。続いて下向きの三角の矢印はぶら下げ、つまり1行目のインデントを表しています。今回はこの段落で字下げを実施してみたいと思います。段落のどこかにカーソルを合わせたら、ルーラーの下向き三角にマウスポインターを合わせます。そして1行目のインデント、つまり字下げが表示されていることを確認したら、クリックしたまま横に引っ張ります。はい、そうするとこのように1行目だけを右にずらすことができました。離してこのような感じですね。続いて今度はぶら下げをやっていきます。今回はこの段落を使ってコロンの後ろに2行目以降をずらしていきたいと思います。まず段落にカーソルを合わせたら、今度はルーラーの上向き矢印、これですね、ぶら下げインデントの表示が出ていることを確認したら、マウスをクリックして右側に引っ張ります。はい、そしてちょうどコロン以降の位置にあったので手で離すと、はい、このようにぶら下げインデントを挿入することができました。さらにですね、操作方法が非常に細かいんですが、このルーラーのちょうどメモリの真ん中ぐらいにマウスポインターを合わせると、今わかりますかね、このように左余白というの表示が出てきます。右側も同様に右余白という表示が出てきます。この左余白が表示された状態でクリックしながら左側にずらすと、このように用紙の余白を操作することもできるんです。余白は通常ですね、このレイアウトタブのページ設定の余白のところから操作するのが一般的かなと思うんですが、このようにルーラーを使っても操作ができるんだなということもぜひ覚えておきましょう。本日はこれで以上ですね。それでは本日のまとめです。本日はルーラーを使ったインデント、そして余白の挿入方法をお伝えしました。
ルーラーは表示タブのルーラーのところにチェックを入れると表示されます。段落にカーソルを合わせたら、マウスポインターをルーラーに合わせて表示されているのを確認してから、マウスでクリック&ドラッグで調整でしたね。四角の長方形マークはインデント、段落全体をずらす。下向き矢印は1行目のインデント、つまり字下げのことで1行目だけをずらす。そして上向き三角の矢印はぶら下げインデントといって、2行目以降だけをずらすという機能でしたね。またルーラーの目盛りの間にマウスポインターを合わせると、左余白や右余白といって用紙の余白を直感的に操作することもできました。より細かく調整するには、キーボードのオルトキーを一緒に押しながらマウスをドラッグしましょう。はい、それでは本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。